サム・オースティン・クエリーはアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス10勝、ダブルス5勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス11位、ダブルス23位。身長198センチメートル、体重95キログラムの長身選手である。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 マスターズ戦ダブルスで優勝1回、準優勝2回。母親の勧めにより4歳からテニスを始めた。クエリーの父親は優れた元野球選手で、かつてデトロイトタイガースからドラフト指名を受けたほどの技量を持ち、現在は不動産銀行員の仕事をしている。父親から恵まれた運動能力を受け継いだクエリーは南カリフォルニア大学から奨学金の申し出を、 受けたが、それを辞退して2006年から、プロテニス選手となった。2006年全米オープンで4大大会に、初出場し、ガストンガウデオとの2回戦に進出する。2007年全豪オープンでは、トミーロ・ロブレドとの3回戦に進み、全米オープンの男子ダブルスで、ロバート・ケンドリックと組んでベスト8に進出した。二千八年三月、クエリーは、テニスチャンネルオープンの決勝で、 ケビン・アンダーソンを4から6、6から3、6から4で破り、ATP ツアーで初優勝を遂げた。8月の北京五輪で初のアメリカ代表に選出された後、クエリーは全米オープンで自己最高の4回戦進出を決めた。この大会では1回戦でトマーシュ・ベルディハを破って波に乗り、4回戦で第1シードのラファエル・ナダルに2から6、7から5、6から7、 3から6で赤敗した。全米オープン終了後、クエリーは男子テニス国別対抗戦デビスカップアメリカ合衆国代表に初起用され、9月19日から21日に行われたワールドグループ準決勝の対スペイン戦に出場した。2009年のクエリーの成績は7月末のファーマーズクラシックでツアー2勝目を挙げた他シングルスで4大会の準優勝を記録している。 4大大会年関西終戦の全米オープンで、クエリーは初めて第22シードに選出された。しかし本大会では3回戦で当年度の全仏オープン準優勝者、第12シードのロビン・セーデリングに2から6、5から7、7から6、1から6で敗れ、2年連続のベスト16りはならなかった。2010年は2月のリージョンズ・モーガン・キーガン選手権で、 単服優勝をするなど、シングルス4勝、ダブルス2勝を挙げた。ウィンブルドンと全米オープンで4回戦に進出した。BNL イタリア国際ダブルスに、ジョン・イスナートペアを組み準優勝した。2011年、クエリーは BNL イタリア国際ダブルスにて、イスナートペアを組んで優勝し、マスターズ戦では、キャリア初優勝となった。クエリーは2011年6月に、 手首の手術を受け、ウィンブルドンと全米オープンを欠場した。2012年のファーマーズクラシックの決勝で、リチャル・ダスベ・ランキスを60、62で破り2年ぶりのツアー7勝目を挙げた。BNP ・パリはオープンダブルスで、イスナーとペアを組み準優勝した。2013年6月11日、シングルス通算200勝を達成した。2015年全米オープンでは、 スティーブ・ジョンソンとペアを組み出場。1回戦で第1シードのブライアン兄弟に7から6、5から7、6から3で勝利。その後も勝ち進み、グランドスラム初の準決勝進出を果たした。2016年ウィンブルドン選手権では3回戦で、グランドスラム4連勝中のノバク・ジョコビッチを7から 6?6 から 1?3 から 6? 7から6で破る金星を挙げると、4回戦で、ニコラ・マユを破り、自身初の4大大,大会ベスト8に進出。準々決勝で、ミロシュラ・オニッチに破れた。2017年のメキシコオープンでは、決勝で、ラファエル・ナダルを6、3、7、6で破り、優勝を果たした。同年のウィンブルドンでは、準々決勝で全年度破者、及び、当時世界ランキング1位のアンディ・マレーを破り、 自身初の4大大会ベスト4に進出、準決勝で第7シードのマリンチリッチに敗れた。2018年2月に自己最高となる世界ランク11位を記録する。2019年はウィンブルドンの1回戦で第5シードのドミニクティームを6から7、7から6、6から3、6から0で破ると2年ぶりにベスト8へ進出、準々決勝で ラファエル・ナダルに敗れた。クエリーは、パワフルなサーブとフォアハンドショットが、武器のオフェンシブベースライナーで、最速時速 238km のサーブで、AS を量産する。インサイドインのフォアハンドショットを得意としている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。